皆様こんにちは。今回はフェリカ非搭載の Android で Android Pay がどこまで利用できるのかを解説させていただきます。国内で開始された Android Pay は、以前ご紹介させていただいた通り、フェリカを搭載した Android 4.4 以降の機種に対応しています。そのため基本的にはフェリカを搭載していない Android では Android Pay を利用することはできません。ただしこれはあくまでも現時点で Android Pay が対応している楽天エディによる決済を基準に考えた場合です。 Android Pay のサブ機能であるポイントプログラムやギフトカードの登録には対応しています。そのためフェリカ非搭載の Android に Android Pay アプリをインストールして、各ショップの会員カードや割引券などをまとめることはできます。そして Android Pay は今後、楽天エディ以外のフェリカを利用する電子マネーなどの決済サービスや、三菱東京 UFJ 銀行、Visa、マスターカードなどのクレジットカード系モバイル決済にも対応する予定となっています。ちなみに Visa は Visa Pay Wave、マスターカードはマスターカードコンタクトレスと、世界規格の NFC を利用した決済サービスも提供しています。もしかしたら Android Pay がこれらをサポートし、フェリカ非搭載の Android でも Android Pay が利用できるようになるかもしれません。とはいえ、肝心な店舗の決済端末の国内普及も課題となるので、長い目で見る必要があります。以上、フェリカ非搭載の Android で Android Pay がどこまで利用できるのかの解説でした。